はい、皆さんこんにちは、リンチです。ですね、今日の散歩はせっかくね、ここ上海のど真ん中の、上海でいう新宿みたいなところ、シュージャーホイっていうんですけども、そこの、中にシャオミっていう中国の電機メーカーの専門店が入ってるので、せっかくなんでね、なんか、ベゼルレスのスマホとか見てみようかなとか、そういった気分で向かっています。なんかそろそろね、スマホもベゼルレスになってきたんですけども、ベゼルレスはベゼルが狭いのは嬉しいんですけども、あんまり極限まで、狭くしてほしくないなっていうのが個人的な感想です。あ、シャオミが見えた。シャオミ、電気メーカーなんですけど、いろんなもの売ってて、ほらこういう風にスーツケースとかも売ってるし、ほら何ですかこれ、これ日本語でなんて言うの、本当わかんねえや。こういう、電動バイク、電動バイク、何これ日本語で、何忘れたわ。こういうパソコンなんかも安価で売ってます。別に普通に使う分にはものすごく、いいと思います。こういうね、アップルみたいな方向性目指してるんですかね。キーボードなんかこれどうかな。今度気が向いたら買ってみ、あれこれ電気ポットまで売ってるんだ。これ日本ってあんまないんですけど、沸かして保温 しないやつです。スピーカーとかありますね。あとこれ何ですか。これは、スマホを挟んで、自撮り棒ですね。別に何ですか、安定させるやつじゃないです。でも形的には結構面白いかな、なかなかいいかなって思います。あんま日本ないんですけども、こういう、タイプ C 接続ので直接接続するイヤホンなんかも、売ってます。日本あるのかな今。これなんで日本ないんでしょうね。日本ってなんか結構無理やりあっちの方向に、ブルーレスの方にのみ向けていこうとしてると思うんですけども。これシャオイっていう、シャオミ版の GoPro ですね。これタッチパネルなのかな、タッチパネルだ。こういう風に、これカード入ってますよね。カード入ってないんで今操作はできないんですけども、撮影そのものはできないんですけども、遊びで使うんだったら多分これね、いくらだ、699元で、普通に使う分には安くていいと思います。別にそんな画質求めないとか、そんな高い防水性求めないのか、ひょっとしたらね、そんな安定しないのかもしれないですけど、ポケットにポンと入れといて、適当に僕は遊びで使いますよっていう人にはいいのかな。あとなんか、一応多分タイプ C に最新のやつになってると思います。でこっちがですね、360度撮れるカメラですね。こっちはね、1699元だから2万5000円ぐらいかな。そういう遊びがしてみたい人、今度また研究してみようかな。やっぱり僕映画屋さんなんで画質を追求してしまうんですけども、とりあえず、
ベゼルレスいっとくか。あれこれじゃないのか、これじゃないのか。あれベゼルレスどこ行った。ベゼルレス、ベゼルレスのスマホ、あれ、あこれだこれだ、このシャオミのこのミックス2ですね。ちょっとカメラ下向けて、もうちょっと下向けて、はい、まあこんな感じでね、まあほぼベゼルレス。あれこれどうすんだ、どうやったらこれ閉じるんだ、これ閉じ、あいろいろなんか、値段選べるみたいですね、うん、これ閉じて、はいどうしようかな、これどうしたら、はい、分かると思うんですけど、まあ、こんな感じでほぼベゼルレス、だからね、僕ねこのねほぼベゼルレスの方が個人的には好きかなって思います。で僕チェックポイントね、漫画見てみます。漫画見やすいかどうか、結構ポイントになってくると思います。ここでね、僕よく使うのが、中国語版 のワンピースですね。中国語版のワンピース見ると大体見やすいかどうか分かるんですよ。ワンピースって結構文字ちっちゃくて、結構ね、結構ほら、あれ、あこれアニメの方だ、すいません、ちょっと、あ漫画の方開きます。漫画の方、まあこれなんか多分あそこの救急かなんかが版権買ってちゃんと流してるやつなんで、ワンピースとか見るとね文字が細かいんですよ。要はでワンピースの文字が読みやすいかどうかで、僕はそのスマホのクオリティを判断します。これで、あ明るさ、あ一番明るくしてみました。これなのかな、アプリの仕様なんですかね。まあ別に見やすくて普段別に不便ないんですけど、ちょっと見にくいのかもしれません。ちょっと僕の今の XZ と、ここ XZ あるんですけども、これを一番明るくして比べてみようと思います。はい、今Xiaomi の方が一番明るいです。これで同じように半、はい、ワン、これねワンピースって中国語でね航海王って言うんですよ。もともと海賊王だったんですけど、なんか多分中国政府の審査の関係でちょっと厳しくされてしまった。一応、はい、明るさだけで言うと、まあ、僕これなんか右の方ソニーの Xperia XZ で5インチで、左が、5.99 インチっていう、まあ、ほぼ6インチのベゼルレス の Xiaomi ですね。Xiaomi の、MIX2 ですね。で、はい、まあ、こうやって重ねると、ほぼ同じ大きさです。で、あれほぼ同じ大きさです。それで、まあ、明るさだけで言うと、ソニーの XZ の方が明るいといえば明るいです。でも別にこっちの左のシャオミの方で問題は全くないです。見やすいです。でちょっとソニーの方が青みがかってるかなって感じですね。これで、まあ大きい分ね、確実に、こっちの Xiaomi の方が、読みやすいです。それは絶対です。で、まあ、ほぼ同じサイズ も、まあ、もちろんね、ケース取ったらさすがにこの、ソニーの XZ の方がちっちゃいんですけども、まあ、ほぼ同じと考えていいと思います。はい、まあ、それで
まあ、明るさだけで言えばソニーの方がちょっと明るい、でもちょっと青みがかってる、でもそのシャオミーのこのベゼルレスの方も十分に見やすい、全然困ることはないって言ったのが正直な感想です。まあ、皆さんね、あのこのシャオミーのスマホって、そんなにあの日本でお目にかかることもないと思うんですけども、あとねこれシャオミー、結構デフォルトでね、なんか SIM カード2枚入るんですよ。でおそらくこれ日本語にも日本語バージョン対応してるんで、前ね対応してないって、あの最初からデフォルトで対応してない時はあのダウンロードしてしまえば全然対応するんで、まあ、そこら辺は心配しないで、ください。全然まあ、中国版の Android が入ってる、やつ買ってきて日本で使っても全然使用に問題は起きないと思います。はい、それでまあ面白いと思った人はこの、Xiaomi の何ですかこれ、どうやって戻るんだ、戻りたいな、この Xiaomi のね、まあ、これは僕 の、 あの操作ができないせいなんで、あ、戻った戻った、僕が操作が下手なせいなんで別にこのシャオミーの、せいではありません。はい、まあいろいろね中国版の、セットが入ってるんですけど、まあこんな風にこれでね、あの登録したら、まあ、ここでスマホだけで支払いできたりすることもできるんで、まあ今結構中国もね、スマホ本当すごいですよ。うん、まあ、日本のスマホメーカーも頑張ってほしいところですかね。はいはい、まあそんな感じでね、シャオミの、ベゼルレス6インチ、スマホでした。もうちょっと見ていこうかな、せっかくなんで。こっちないかな、体温計、サングラス、歯ブラシは別にシャオミではないんじゃないかな。うん、まあそんな感じでね、あ、これは電動バイクかな。これは何？電動バイク？なんか。だよな。あ、電動チーサイクルって書いてあるから、まあ多分電動バイクですよ。なんか、うん、まあかっこいい電動バイクがあったということで、はい、まあそんな感じで、一応調理器具売ってんだな。ほんといろんなとこ手出すな、すげえな。これね、これ電子ジャーじゃないですか。電子ジャーからぐるーってこれ回ると、これワンカットで撮ってるから同じ店っていうのが分かりますよね。こうやってぐるーっていくと、ほらここにパソコンができてしまうという、なんか何でしたっけ、ソニーが昔、あれ売ってたんですよね、電子ジャー売ってたんですけども、なんかそんな感じですかね。うん、でこれはまあ何ですか、 USB カメラ、ワイヤレスなのかな。うん、はい、これはなんかわからん、うん、うん、知らない知らないものは知らない、余計に説明しない。うん、電気とか、まあなんかどっかの猫ちゃんっぽいのも売ってますね。はい、あ、こういうバッグとかね、あ、僕はこのタイプは別にいいや。うん、まあ、あ、一応スマートウォッチだ、スマートウォッチ、
証保安ってこれ、まあ、はい、いじれません、はい、すいませんでした。何また電池がないとかいうオチじゃねえだろうな。何これ電池なし、うっそー。はい、こっち、あ、電池入ってね、いじれね、まあ、そこら辺はあのやっぱり中国でしたということで、あの皆さん、ご了承ください。はい、そんな感じで、あと、まあ、いろいろシャオミ見てもらってました。これあのモバブです。はい、中国ね、あのモバブ結構安くて質のいいの売ってるんでおすすめです。はい、そんな感じであのシャオミでした。それでは皆さん再見。